のこと話してほしいっていう。ペグのことを話してほしい。ペグのこと聞きたいんだって。何が聞きたいでしょ。あ、どういうペグがいいのかとか、うん、どういうことにこう気をつけろとか。あー、俺はね、うん、ロックペグに気をつけろが言いたいですね。お、後ろのタイプ前のタイプ。いや、どっちもなんだけど。あ、そうなんだ、うん、どういう不良が多いの。弦が切れちゃうとか。挟み込むからってこと。そう、要するに格好してる時点の仕上げでギザギザしちゃって。そうそうそう、面取りが甘いとかで弦さ切れてロックペグだから、うん、張り直せないんだよね。そうだね、うん、短いからね。そうそうそう、もともと短く取るのが目的だからね、うんうん、そう。なんか2連続ぐらい不良品に当たったことあって、うん、もう全く信用しないね俺。新品で買ったから、うん、だからあそうか、サウンドアーセットってやつだったから、うんうん、それ交換して、うん、でもね、チューニングは結局普通のペグでも俺変わんないと思うよ、うん、ナットの切り方とかの方が大事だと思う俺。ちゃんと巻いてあれば弦、うん、全然いいよ。まあ確かにさ、挟み込むわけだからね。うん、まあ構造も複雑になってるからさ、あんなもんさ、やっぱシンプルである方が絶対強いと思うよ、やっぱり。昔のなんか、ちゃんと作られてるであろう頃のやつは多分大丈夫だと思うけどな。最近のなんか、ズレが多い気がするなぁ。気をつけろと。俺、マグナムロックは否定してないっす。あ、どっち？否定はしてない。あ、そうかそう。あの不良が不良があるのが、あ、そうか、不良があるのがダメか、うん、不良じゃなかったら全然、うん、俺もつけてるし。